2010年代の日本では、2010年代の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本の言語では、平成22年から平成31年、令和元年にあたる。テレビ、放送通信東京スカイツリーコンシューマーゲーム機プロ、野球では、ポスティングシステムでアメリカメジャーリーグを目指す選手が増え、 ダルビッシュ優や田中正宏などの主力選手が次々と進出する。また、1990年代から活躍する一郎は40歳を迎えても MLB で活躍を続け、2016年には史上30人目となる MLB 通算3000本安打を達成したが、2019年3月に引退を表明し現役を退いている。一方、国内リーグでは、 投手では大谷翔平、藤浪慎太郎、野手では柳田裕樹、山田哲人などの登場で世代交代が進む。特に大谷は投手と野手を兼ねる二刀流として注目を集めている。プロサッカーではヨーロッパのリーグに所属する選手が活躍を見せる。女子サッカーではサワホマれらの活躍でフィファ女子、ワールドカップなどの世界大会で好成績を収める。 大相撲では、朝昇龍の引退後、白鵬が圧倒的な強さを見せ、東アジア、東ヨーロッパ、中東諸国出身力士が次々と入幕を果たし、各界のグローバル化が進む。一方で2017年に、稀勢の里が2003年に引退した高野花以来の日本出身横綱となり、高安の躍進、遠藤のような個性派力士の出現など、 日本出身力士の復権も見られる。フィギュアスケートでは、羽生譲る、テニスでは西小利景、スキージャンプでは、高梨沙羅、陸上競技では、桐生よしひで、ラグビーでは、五郎丸歩バスケットボールでは八村るいらが好成績を収め、種目人気を牽引した。また、日本で開催された、ラグビーワールドカップ2019では、 日本代表が初めて決勝トーナメントに進出し、10月20日の準々決勝、南アフリカ戦で敗退したものの、大会を通して日本中が大きな盛り上がりを見せた。野球注釈出展、ありがとうございます。